才トリオ、安賀大、サーカスクロちゃんと彼女のリチが、16日放送の日本テレビ系、ダウンタウンデラックスに出演。クロちゃんが、リチを盗人扱いし、スタジオをドン引きさせた。ことのきっかけは、情報垂れ込み役のさらば青春の光、森田哲也が、リチがクロちゃんの自宅にお泊まりに行っても必ず翌朝6時に返されるというネタを暴露した時のこと。リチは、ほぼ毎晩のように、私、クロちゃん家に泊まりに行っている。仕事終わりに合流して一緒に寝て。でも、すぐ、クロちゃんがいびきかいて寝て、それで私は、寝れなくなるんですけど、朝4時半ぐらいに起き出して、6時に一緒に家出るよ、仕事だからって一緒に追い出されます。家にいてもいいのに、私のこと信用してな、いいのかなと思ってと切々と訴えた。MC の浜田雅功は、おってええやん、自分だけ出たらええやんと首をかしげ。森田は、これ、おそらく自分が家にいない間におられるのが嫌なんですよ。100% で信用してないって可能性があると推理した。これにクロちゃんは、夜の秘密道具が自宅にあるため、それを見ら、出たくないという旨の供述を繰り出し、その場をごまかそうとした。それを聞いた浜田は、今、吐いたやん。見られたくないものも、もう関係ない。リチは、そんなん関係ないと、この日から、朝6時以降もリチを追い出さないように迫った。するとクロちゃんは、信用してますけど、いないから部屋物、色したりとかお金とかを抜いたりしたら、と本音を吐露。共演者の最低の声とリチのしないよの囁きが響く中、クロちゃんは気が動転してそういうことするかもしれないじゃないですかとしどろもどろに。さすがにこれには MC の松本人志から誰が気が動転して金抜くねんとツッコミを入れられ、共演のガクトから松本さんの代わりに殴っていいですかと冷たく罵られていた。